フェードカップビリージーインキングカップは1963年から開催されている女子テニスの国別対抗戦である男子のデビスカップに相当する。1963年の国際テニス連盟設立50周年を記念して第1回大会が行われた。最初の名称は連盟の名前をとってフェデレーションカップといったが1995年から フェドカップに変更された。ITF は2020年9月に伝説的女子テニスプレイヤービリージーンキングを称えて、現名称に変更。BNP パリはビリージーンキングカップとして開催されている。ワールドグループの対戦方式に大きな変更があり、1カ所で1週間かけてフェドカップファイナルズとして開催されることとなった。 2020年は12カ国が3カ国ずつ4つのグループに分かれて、ラウンドロビン方式で対戦し、各グループ1位の4カ国が準決勝に進み、以降はトーナメント方式となる。各国間の対戦はシングルス2試合、ダブルス1試合の計算試合となり、各試合は3セットマッチで行われる。以下はこれまでの決勝戦の記録である。ありがとうございます。